マジで世界を変え始めるってこういうことなのかな。ひえひえ。どうもこんにちは、冷蔵庫マンです。今日は試写で見せていただきましたドキュメンタリーでございます。こちらファッションリイマジン9月22日公開ですね。ファッションデザイナーのドキュメンタリーというのは結構レベルが高くて、公開されたらね、ヒットするしたりするんですね。うん、注目集めたりするんです。それだけそれぞれがやっぱりファッションデザイナー、世界的なファッションデザイナー天才しかなれないと思うんだよね。で、天才って生き方ももう凡人ではないから、やっぱりドキュメンタリーもめちゃめちゃ面白いと思うのよ。今回新人のデザイナーです。イギリスのエイミー・パウニーさんという方なんですが、Vogueがもう毎年そのイギリスの新人デザイナーに賞をあげるんですね。新人賞、その賞を受賞したんです、このエイミー・パウニーさんは。で、10万ポンド、日本円にしたら1800万円ぐらいかな、それをもらって次のコレクションやファッションウィークで自分のブランドの作った服を発表するという、これなんですけど、彼女はここで受賞して思ったんですよ。もう地球に優しい、地球に優しいですから、地球を汚さない服を作ろうとね。エコとか地球環境とかも簡単に僕が言うことじゃないんですけど、地球を汚さない服、それはその毎年もういろんなブランドがいろんな服を作って、毎季節毎季節ね。で、その5分の3はもう廃棄なんですね。売られても買っても着ても捨てるという5分の3ですよ。で、それを処分するにももう二酸化炭素が出ちゃうとか。で、それ以前にその服たちを作るのでも、いろいろもうね、地球汚染以外にね、労働問題とかあるわけですよ。低賃金で働かされてる人たちも、そういうのをいろいろひっくるめて根本から、本当に根本から、本当に根本から、なんだろうな、もうこだわりのこだわりの超こだわりですよ。それを映した映画ですね、ドキュメンタリーなんですけどね、これ、新人賞を受け取ってからずっとカメラが、もう監督がベッキー・ハトナーさんという方なんですが、ずっと追っています。なので、そのうまくいかないわけですよ。だって今まで服を作る工程っていうのはいろいろ作られたわけですね。その工程の中でいろいろな問題も、サステナブルで、その地球を汚さないっていう信念のもとにこうチェックしていくと、もうやっぱりこのいろいろあるわけですね。それを一つ一つもう改善しようと思って、もう始まりからやらなくちゃダメなのよ。うん、それをねこうやっていくんですけど、それがね、もうロードムービーとも言えるし、やっぱり一つのミステリー小説読んでるな感じもしますね。うん、これがまた面白い。もう見ていくとぐいぐい、いろんな事実が明らかになっていくと。それを一つ一つ直接会いに行って、で、向こうの人はね、もう防具の新種を取ったデザイナーが来たから感動するわけですよ。で、こうなりませんかって言ったら、まあ今までのこういう販売のことがあって、そこは崩せないんだけど、こういうな風にできますできる可能性はありますよって言って、あ、よし、じゃあそれでいきましょうってなるんだけど、一旦帰ってしばらくしたら、やっぱり実績ないじゃないですか。うん。で、他の服も作らなきゃいけない、他のブランドの服も作らなきゃいけないということで、ちょっと無理ですという電話があって、ダメになってくる。もうトン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 とうまくいって、全部ダメになるっての途中でありますね。本当にもうね、エミー・パウニーさんとそのブランドの相棒みたいな方、マネージャーみたいな方がいるんで、その2人が精力的にいろんな国に飛んで、いろんな工場、いろんな牧場に行ってお話しするんですけど、もうそれが全てダメになった時のもう落胆。でも
でもまだある、目処なでもまだ何ヶ月あるということで、また動き出してどうにかならないかと言って、その別の方向からね、こう見方を変えていって、あ、これがあるんだと、まあ面白い、面白かったですね。自分もね、着る服に対してちょっと考え方も、考え方というかもう愛着が増しましたね。ファッションとか地球環境とかこう言ってきたんですけど、本当純粋に自分が思ったあることを成し遂げるために頑張る一人の女性の物語だと思います。そして周りの人の物語、最後どうなるのか、映画見て、味わってください。これからもいろんな作品紹介していきます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは冷蔵庫マンでした。ひえひえい。